崎チャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、はい、今日、はい、またビッグニュースが入ってきまして、はい、Q さんね、うん、サブローがロッテ二軍監督、うん、就任へって、はい、もう良かったんじゃない、うん、はい。でも俺その報道を聞いた時に、うん、一番最初来たの俺の頭の中に、うん、あれ、あの5月20日にネットニュースに流れて俺は違うよっていう動画すぐ撮ってあの熊本から撮影して出したのに、うん、あのクーデターって事実だったんかな。あ、なんかそんな感じありましたねでも俺だけがハブられてただけかなあれ、なんかあれ、あれって5月でしたっけ。あれ5月20日よ、俺の誕生日だもん。はい、覚え、忘れもしない。そうだったんですよね、うん、で羽田空港、はい、飛び立つ前に、うん、そのネットニュース見て、うん、熊本着いて、はい、すぐ動画撮って、はい、クーデターなんてあるわけないじゃないですか、うん、そんな小倉さんなんて使わなくても言えますからみたいな動画撮ったけど、はい、サブロー小倉さんもね、だから井口さんとか井口一派の人たちが全員辞めて、はい、で吉井さん監督になって、うん、で小倉さんヘッドコーチになってジョニーが投手コーチで帰って、はい、でサブロー二軍監督、うん、え、あれクーデターあったんかな。でも俺だけ呼ばれてなかったからえ、あの原稿はどうなんやろな、うん、俺は事実じゃないけど、はい、俺の名前がなかったら事実なのかな。あんな、あの、そうかもしれないですね。いや、それはもう、いや、そんなことないと思うよ。そんなことないと思うけどいや、でももしかしたらなんかそういう噂はやっぱちょっとあって、あ、でもこのメンバーだったら佐藤さんもいるんじゃないかなって言って他にないけど、うん、記事に出しといたみたいな可能性はあります。なんか俺もよくわかんないけど、はい、だって俺は違うからな、はい、フェイクじゃ、フェイクだけど多少フェイクでもなかったのかな、どんなんやろな、まあまあ、じゃあ結果から見れば、結果から見ればね、うん、はい、俺は違うけどね、はい、だって俺も加わっててよ、はい、俺が稲毛のりよ、はいはい、あれ、佐藤さんじゃあなんか 球団というか、うん、ロッテの人とご飯食べたって言ってたじゃないですか、うん、あれは本当に何もオファーじゃなかったわけですか、監督の。違う、普通にステーキ、ステーキ、うん、鉄板焼き食べた青山一丁目で、へえ。で、あの次 そのロッテの本社の人たちとの次の仕事に向けての打ち合わせ、はい、あ、じゃあまあ全然そういう感じの話はなかったわけですよね、うん、で言うて、そういったやつね、取ってきましたから、ちょっと今これまた言われるじゃないですか、サッサーみたいな、はい、これまたサッサーとご飯食べに行ってんのなんとかさんなんでしょうみたいな、はい、でみんなに言われるじゃないですか動画見た人がね、でそこがもしかして監督のオファーとかだったら、うん、おで佐藤さん監督になったってなったら、うん、うわ、あの記事に出てたクーデターのメンバー全員入ったってなりましたけど、うん、中入る人間がよ、はい、あ、ロッテのドラフトの通信簿の時、はい、あんだけ言わないよ逆にそうですねでもサボがね、はい、コーチになって、うん、フル株のファンの人たちは喜んでんじゃないですか。いや、そうじゃないですか、ね、でしかもよ、吉井さんも、うん、全部か全部じゃないかも分かんないけども見方によったら、はい、ボビー派だから、ね、あの吉井さんがメジャー行ってニューヨークメッツに行った時は、はい、ボビーがその時ニューヨークメッツの監督だった、はい、でボビーがロッテの監督で吉井さんがアメリカから日本帰ってくる時に、オリックス行って、うん、でそこで戦力外になった後ボビーが監督で吉井さんもロッテに来てるから選手だからサブも俺も福浦さんも、はい、あの吉井さんとは一緒のチームで戦ってるんだよ、はい、だからいわばまあボビー一派みたいなもんじゃん、はい、で福浦さんでしょ、はい、でジョニーでしょ、はい、でサブローでしょ、はい、もうボビー一派勢ぞろいみたいなボビー一派そうですねだからあのフルカムのファンの人たちは喜んでんじゃない、はい、そうですね、うん、二軍監督にしかもサブもね一回楽天行って、はい、外のも見てきてね、うん、いろんなことも勉強になっただろうしね、はい、そういった意味では、うん、まあまあ良かったんじゃないの、うん、人生的にはね、だこれでだから吉井さんの次は、うん、サブロー福浦さんジョニーの監督候補がいきなり増えたね、はい、あーそっか、うん、次どこからこうどこから、うん、はい、もう頼むから、うん、そこは仲違いしないでねっていう、戦国時代起こさないでよっていう、もう仲良くやっていこうよっていう、はい、みんなで、はい、順番にやればいいじゃんっていう、あの年功序列とか年功序列だとジョニーが一番最初だから、おーそっかあ、そうなんだ、うん、ジョニーさんか、うんうん、だって福浦さん俺の一個上でサブ俺と一緒だから、あ、そうですね、うん、でもまだ組閣全部決まってないからね、でなんかネットには里崎かなんとかって言うけど、はい、いや俺はないですよっていうね俺クーデター参加してないからあったかのように言うのやめよう変な噂になっちゃう、憶測になっちゃう、もうこれ妄想だから俺の、あった
しれないなみたいなね。うん、俺は、あ、俺だけハブられてたのかねハブられてた、ハブられてたそうですね。でもまあまあまあ、うん、あの楽しみじゃないの、うん、いい形でね。そうですね、うんうん、まあでもよ、師匠の福良さんがヘッドコーチになろうがね、はい、一緒にやってたジョディとサブローがコーチになろうが、うん、まあ俺のコメントは柔らかくなったりはしないけどねあの慕っている福良さんでも、うん、関係ない。やっぱ福良さんもっとこういうとこしない、逆に言いやすいわ。あ、そうですか。うん、うん、その記号を教えてるからそうですね言っててもまた佐藤なんか言ってるなぐらいの感じになる。逆に言いなさい、はい、だってもう現役の時から言ってんだから、はい、一緒だもんえ、現役の時福良さんに何か言ったこととかあるんですか。福良さんに言ったこと、福良さんに言うことはそんなないけども、はい、あのこうやって俺がキャッチャーのサイン出さなきゃいけない時に、はい、あの後ろ向いてたりしたら、はい、おいって俺に呼ばれてたっていうだけ呼ばれたんですか。へえ。で、あの今井とかが、はい、あの井口さんとか福良さんもそうだけど、はい、井口さんさっさに多いって呼ばれてるっつってだってそれはもうあっちが見てないんだからあっちがあるやろっつって今からサイン出すんやからみたいな、はい、まあまあ真剣勝負ですからね、うん、そうそうそう、うん、仕事の上だからね、うん、でもまあまあまあ、はい、佐藤さんってどういう方なんですか。私の中では、うん、なんか面倒見がいいよ。そうなんですか、うん、だからなんか親分肌みたいな、面倒見はいいけども、うん、あの野球に真面目に取り組めばいいと。どういうことですか。いや、それはもう態度ないよ。野球に真面目に取り組んでいければ大丈夫だと思う。いければ大丈夫ですか。そうそうそう、よそ見をせずに。よそ見をせずに。そう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 、うん、な、何が含まれてるんですか。え、それよくわかんない俺もえ、なんかこう一匹狼で寡黙なイメージ。そんなことないよ。サブはどっちかっていうとこのグループ作るから。ああ、そうなんですか。そうそうそう、だからロッテでも平ちゃんとか早坂とか、はい、まあ、剛も最初そうだったし、はい、あの鍋とか渡辺雅人とね、うん、だから常に誰かとは行動してるよ。一人でとか行動しないよ。あ、そうなんですか。そう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 、もう、うん、作るよ。大体一人で行動してるやつそんないないよ、野球選手。そうなんですね、うん、俺ぐらい佐藤さんはじゃあ俺はもう来るもの困わず、はい、あの去るもの追わず、うん、だってあの福浦さんとかサブとかもそうだけども、うん、キャンプの時食事来るのも一派で来るから、へえ、呼びに行ったりするの、食事ですよみたいな、はい、3、4人とかで一緒に食べに来て、はい、その選手たちで一緒に食べて、なんかあの私がそのイーグルスの取材をしてる時ロッテが来たりとかすると、うんうんうん、まあ、サブさんもいらっしゃって、うんうん、科目でなんかこう話しかけられないような、そんな、まあ雰囲気はね、雰囲気がなんかそうあったので、うんうん、どういう方なんだろう、なんかちょっと怖そうだなって思ってたんですよ。どういうの、もうなんか上下関係びっしりでも、まああのユーマンのとこもあるし、はい、だから全然そんなのは普通に、でもまあ大体グループ作ってサブは行動してる、ね、一人でとかはそんな行動しないと思う、うんうんうん、どっちかっていうと。へえ、一人で常に行動してるの俺まあ一人は楽ですよね、うん、そうそう、でもサブとかそういう感じがある。でもまあいいんちゃう、ずっとね、はい、ロッテのことも知ってるし、うん、しかもサブがもし2軍監督だったら1軍との意思の疎通がね、はい、滞りなくできるだろうしね、うんうんうん、そういった面ではまあ良かったんじゃないのかなって。まあどんな野球をするのか楽しみだ。まあでも2軍だからね、2軍の野球なんて見ないから、はい、でもロッテは若手をねこう出していかなきゃいけないからね、まあ、そういった面ではサブとかのね力は大事になってくるし、経験を生かして若手を育てていただいてと、うんうん、あと鳥越さんがやってきたことも多分良かったと思うから、はい、それをいいところは継承していった方が絶対選手のためになるから、うん、そこら辺はなったからって大きく全部変えないで、うん、いいところは鳥越さんがやってきて、いいところはそのまま継続して、で新しいものをまた付け加えていった方がよりいいからね、はい、何でもかんでも変えるのは俺好きじゃないから、うん、何でもかんでも変えないようにいくのもまあ大事かなっていう、はい、ところはあるね、うん、まあでもすごい楽しみですね。またこうやって組閣がね変わるとどんなチームになるんだろうっていう、うん、だからもうボビー派集合みたいな、ね、感じになってること。佐藤さんはじゃあそう外から、そうそう、俺はもう俺は外の役割やんな、役割分担あるじゃん、はい、はあ、評論をね、そう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 、はい、あとねこう最後に今日また言わなきゃいけないのが、はい、最近出したやつで、うん、あのエスコンフィールド北海道の話で、はい、まあ、みんな盛り上がってるんだけどね、はい、うん、でもあのもう一度言わなきゃいけないことがあって、はい、ルールを犯してからルールが悪いからルールを間違ってんだからルールを変えろは順番が違うんで、議論の対象としてはおかしいと思いますなんで今もう一回それをこう言うんですか。いやいや、まだ俺あの動画で俺伝わってないのかなと思って。あ、本当ですか。うん、だからそれもう一回言っとこうと思って、はい、伝わってないんだったらそういうことですよっていう、うん、そうそうそう、うん、あとなんかこの事実かどうか分かんないけども、はい、聞いたところによるとカープがマツダスタジアムを作るときに、はい、そのバックネット裏までの距離が短かったらしいのね、はい、でそれでお伺い立てたらしい、はい、LPB に、うん、
でそしたらダメやって言われて 18.3m まで、なんか 18m ぐらいで行こうとしてたらしくて、でそれじゃダメやって言われて 18.3m にしたっていうような話もあったっていう声も聞くから、はい、それだったら、うん、ひょっとしたら今回も他球団からの指摘があってってなったら、ひょっとしたら広島かもわかんないよね、はい、自分たちがそうだったからっていう ね、うん、そうですね。でそうなった時にもしこれが事実なんだったら、うん、カープはダメなのに、うん、日本ハムはいいみたいな、でやったらカープとしては納得できないじゃんね。まあそうですね、俺らの時それだったらよかった、ダメなのにみたいなね、うん、っていうところの不公平感も起きるからね、はい、だからそこら辺はまあ俺はもう下げた方がいいんちゃうかっていうね。直せるのであれば直した方がいいですよね。うん、そうそうそう、うん、でなんかあの多くのとこ人たちはその球場のいろんなところで不公平感もあるんやからいいやないかみたいな、うん、あるけども基準の中での不公平感だからね、はい、ルールにのっとったってことですよね、うん、ルールにのっとった中での個性はいいけども、うん、ルールにのっとらないでの個性はそういういいやないかってなんないじゃんね、うん、だからそこら辺は、まあ、今後どうなんだろうと思うけども、はい、信号無視しといて、いやこんなとこ誰も人通らへんねんから、こんなとこで信号無視したって取り締まってもおかしいやろ、こんな信号あるのがおかしいやから信号どけろ、じゃあもうダメじゃんね。まあそうですね、うん、信号を守るのが基準ですからね。そうだからね、だからまあそういうところでまあどうなるのかなっていうところはあるけども、はい、ちょっと伝わってないのかなと思ってもう一回言いましたっていうだけです。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ三郎さん頑張っていただいて。三郎頑張れ、はい